このことにはいくつかの意味合いが伴う。神は人格的存在であるので、我々と神との関係には思いやりと共感の次元がある。神は人々に必要なものを自動的に供給する機械やコンピューターではない。人を知り、愛している良き父である。次にですね、この神様はこの温かみとですね、思いやりの側面を持っておられるとね。まあ、数多くのですね、結果としてですね、この生じてくるですね、意味合いが ありますね。まあ、いろいろまあこういうふうに試作しているとですね、まあちょうどまあイカの足をですね、もう何度も噛んでいるときにですね、この味が染み出てくるようにね、聖書の教理的な教えからはですね、いろんな意味合いがですね、味わいがですね、この染み出てくるというね、これを私たちはこの書き留め、メモし、そしてこの、その中で養われですね、それをこのメッセージの中でですね、この分かち合っていくということが大切ですね。神が一つの人格であるゆえにですね、私たちが彼と持っているですね、関係は、この温かみと思いやりの側面を持っているとね。まあ、この家庭がありですね、親子の団らんがありね、そしてこう、夫婦の語らいがありね、そういうこの中にですね、私たち、まあ日常的に、まあ人格的な交流を経験しているわけですけどね、それと同じようなですね、この人格的な交流を神様との間でもですね、この成し得るとね、神様は自動的に人々の必要を供給される、あの自動販売機の機械とかね、このボタン一つでまあいろいろ答えが出てくるコンピューターのようなものではないとね、神様はこの人格的存在でありね、私たちをこの知っておられ、人格的に、そして人格的に深く愛しておられるね、この良き父であるということですね。